私出てきますね。リンくん、リンくん、新王様と魔王様がお引越しの挨拶に。よし、まずは一杯行こうぜ。一杯。いやあ、三杯だよ、しんちゃん。確か人間界では駆けつけ三杯とかいう風習があったはずだ。お父様、それはちょっと違うのではないかと。乾杯は杯を干すと書くだって。それもかなり違います。はい、神王様と魔王様だそうです。いや、ネリネちゃんの是非との頼みだったからね。この国のトップは協力的でいいよ。正面から睨み合うだけで大体 OK くれるもんな。シアの頼みとあっちゃ聞かねえわけにはいかねえしな。とりあえず学園でのご挨拶も済んだので、今度はお隣として改めてご挨拶に来ました。この国には引っ越しそばっていう風習があるってことだし。もちろん私の手打ちだよ。お父様は料理が大得意なんです。でも驚きました。まさかお隣に引っ越してきてたのが神王様と魔王様の家族だったなんて。ねえリンくん、これから親子の杯交わそうってのに、様はねえだろ、様はよ。ショックだよ、ショックだね。いわゆる大ショックというやつだね。何か、リン殿の家では実の親を様付けで呼ぶような風習でもあるのかい。リンちゃん、それはいけない。これから家族にもなろうという二人がそんな呼び方をしていては絶対に真の親子になんかなれはしない。もっと気楽にしていいんだよ。父上でも親父でもどっちか好きな方で呼んでくんな。私のことはパパと呼んでごらん。ああ、呼びにくければお父様でも構わんよ。よし、リンドロ、飲むぞ。親子のちぎりの酒だ。あの、お父様。なーに、めでたい席だよ、ネリネちゃん。野暮は言わないのが吉さ。さあ、リンちゃん、今夜は朝まで飲もうじゃないか。親子水入らずで。お告げしますね、おじさま。シアちゃんまで。私は継ぐだけだもん、全然大丈夫っす。リンくん、どうします？大丈夫ですか？
昨日の夜はかなりお付き合いさせられてたようなので。もしなんだったら、体調も良くないみたいですし、休んでも。でも、そういう状況だからこそ、少し離れた方がよくありませんか？確かにそうかもしれないですけど、しないでくださいね。あー、リン君、カエちゃん、おはようございます。今から行くところですか？よかったら一緒に行きましょう。それくらいならお父さんに付き合ってよく起きてますから、悪い男に騙されないよう今から慣れておけって。人間界の知識とかいろいろ覚えるのに手間取っちゃいましたけど。それでなんですね。別世界から来られたっていう割にはそれほど違和感なかったので不思議に思っていたんですけど。この8年一生懸命勉強してたんですけど、私覚えるのは苦手だから。おい、シア、ちょっと待て。お父さん、どうかしたの？どうかしたじゃねえだろう。お前らだけで行けるのか？何でも人間界には不良とかいう犯罪集団がいるらしいじゃねえか。俺はもう心配で心配で、なんなら今すぐ特殊護衛部隊を編成して道行く怪しげな連中に片っ端から天罰を。まあ大丈夫だよ、リン君だって一緒だし。お、リン殿、なかなか早いじゃねえか。感心感心、ぐうたら寝てるような野郎に男の野望は叶えられないからね。もし何かあったらすぐにでも言ってくんな。生まれてきたことを魂の底から後悔させてやるからよ。ああ、そうか、いけねえいけねえ。仇の衆を困らせたら秦王の名折れだな。ま、もし仇でない連中に何かされたら遠慮なく言ってくんな。地獄なんてのはわざわざ死ななくても体感できることを教えてやんぜ、この拳でな。
おう、三途の川の渡し船に乗ったつもりでどーんと構えてくれや。いやー、しんちゃんずるいな、朝から楽しそうじゃないか。いやー、りんちゃん、早起きは三文の徳とはよく言った。すがすがしいね。いやー、表がにぎやかなもんで、もしやと思ってみればまさしく大正解だったようだ。ねりねちゃんのこともよろしく頼むよ。兄様、皆さんもおはようございます。おお、りんちゃんもやはりねりねちゃんの笑顔に一発 KO かい。いや、構わないとも構わないとも。さあ、いつでもパパと呼んでくれたまえ、舞さん。ああ、悪いがそこまでだ。残念だが、リンドルはシアと結婚して深海を継ぐんだぜ。悪いが魔王を父親呼びはできねえだろ。いや、残念だけれどこれだけは譲れないよ。リンちゃんにはネリネちゃんと結婚して魔界を継いでもらわないといけないわけだし。ほう、だったら今ここで蹴りつけてみるか。手っ取り早いかもしれないね。確か前に二人が喧嘩した時は、魔界の町が二つほど消滅しました。すでに誰も住んでいない町でしたけれど。消滅？今現在付き合ってるやつでもいるのか。美しいお嬢さん、あなたは凛ちゃんのことをどう思っていらっしゃいますか。私は、おいおい、そいつはいけねえな。こんなべっぴんさんと一緒に住んでて手を出さないなんて、それこそ失礼ってもんだろう。まったくだね。まさかリンちゃん、男色じゃないだろうね。なるほど、それは幸せだったね。もちろん聞いてたさ。試験の平均点数 96.8、 バーベナ学園の頭脳とまで言われる俺様に言うセリフじゃないね。小テストをサボった程度で補習送りにする方がおかしいのさ。あんな何の得にもならない試験、受けているだけ時間の無駄だろ。まさかとは思うけれど、
自分が不幸だなんて思ってないだろうね。バーベナ学園のプリンセス楓ちゃんにあそこまで尽くされているだけでも犯罪級の幸せ者だっていうのに、今度はシアちゃんとリンちゃんだ。三世界のプリンセスにあそこまで思われて、それが幸せじゃなかったら何だって言うんだ。まあ友人を見殺しにするのも寝覚めが悪いから教えておいてやるけどね、シアちゃんとリンちゃん早々に親衛隊が結成されたよ。当然元からあった楓ちゃん親衛隊 3K も健在。まあ若干数他の親衛隊に鞍替えしたのもいるらしいけど、で新たにシアちゃん親衛傭兵団 3S とリンちゃん突撃護衛隊 3R が作られた。懸命だね。多分正解だから、まああえて同じアルファベットで揃えるあたりがちょっと奥ゆかしいかな。とりあえずリンが校内三大危険組織のブラックリストトップにいることは間違いないんだから、長生きしたかったらせいぜい気をつけることだね。席替えで窓際になったら真っ先に交代してもらうことだよ。狙撃しやすい。まったく両家の父親にまで公認なんて、最大の難関を最初からクリアしてるじゃないか。腹立たしい。なんていうか他人の幸福見てると自分の幸福吸い取られるみたいでムカつくんだよな。ねえねえ、七味凛、神にも魔王にも凡人にもなれる男、どこかしらね。このフレーズなんかかっこいい気がしない？3次元目でしょ。昼食目当てじゃ来ないわよ僕たち。だいたいお弁当組なのはリンちゃんも一緒でしょ。だったら理由も同じなんじゃない。前の時間が退化でしたので喉が渇いてしまいましたの。そうそう、こっち来るついでに見てきたけど可愛いじゃない例の二人。まだ深海にいた頃に少しお見かけしただけですけれど、シア様綺麗になられましたわ。あれじゃ男子も騒ぐわけよね。そして兄さんは恨まれてしまうわけですわね。それでリンちゃんとしては本命は誰なわけ。じゃあ今考えて。やっぱりね、そうは楽しめない状況じゃない。だったら楽しんでおかないと。アサちゃんはお祭りごとが大好きですから。ですもん。このままの場合アサちゃんは勝手に楽しみ始めてしまうのではないかと。きっとアサちゃん作主演兄さんの面白おかしく感動的な物語が学園中に。ちなみに僕の考えではやっぱり楓が単独トップかな。
3人以外？りんちゃんって意外と贅沢？ということは、あさちゃんが相手ということもありますわね。はあ、確かに今の二人の気持ちは同じではあると思うけど、お二人の思いは同じ。まあまあまあ、リンさんはすでにそこまで。スイッチ入っちゃったみたいね。とりあえずリンちゃんの今の気持ちはよくわかりました。最終的に誰がどうなるかはわからないけど、頑張ってね。ケーキ屋さん見つけたの。りんちゃんは？やっぱり誰かとデート？もうりんちゃん相変わらずガードが固いんだから。僕的意見では、あんな美人3人もはべらせといて未だに彼女がいないっていうのも立派な犯罪だと思うんだけど。それともひょっとして質あるよ。僕なんかおだてても何も出ないんだから。それじゃあどう？独り身同士ということで、これから僕とデートする？あ、覚えてた？僕は行くね。今度本当に二人でケーキ食べに行こうね。
ャッチャーマシーンで幼子は取れないよ。まあどうしてもというなら 2,3 人紹介してあげてもいいよ。俺様の交友範囲は10の位が1以上4以下だからね。凛の好みの年代だって大勢いるさ。何、決して恥じることじゃないさ。あれくらいの年代の子にしかない美だってあるんだし、行き過ぎてさえしまわなければいいんだよ。ミスターロリペドフィン、自分で言った言葉には責任を持ってほしいね。好きに言ってくれとか言ったくせに、ほらほら、その拳を開いて開いて、すぐ逆上するのは凛の悪い癖だよ。悪いね、リン。前言撤回だ。しっかり取れたみたいじゃないか。意外に子供受けするタイプなのかもしれないね。リン、安心していいよ。俺様たちはずっと友人だ。決してその趣味を否定したりはしないから。されてますけど。リムちゃん？そう、魔界と深海とが協力して作り上げた最強の魔力の持ち主、それがこのプリムラさ。気をつけておくれよ。研究の甲斐あって間違いなく最強の魔力は持っているんだけれどね、困ったことにその制御が全くできない。暴発したらこの町どころか都道府県の一つくらい消滅するよ。とにかく無制限で強化したからね。放射能をまき散らさない分、地球に優しいクリーンな兵器だね。おっと、凛ちゃん、紅茶のおかわりはいるかい？私がやるべきなんですけれど、魔王様がどうしてもって。安心したまえ、凛ちゃん。こう見えても私の趣味は家事でね。
こういった作業は大得意なのだよ。いやそれどころか大好きなのだよ。どこからどう見ても魔王そのものじゃないか。家では世間体がどうとか言ってね、ママもネリネちゃんも私になかなか家事をやらせてくれないんだよ。その分休日の家事は私が全部やることになっているんだけれどね。とある魔法を研究するのにね、どうしても強大な魔力の持ち主が必要なんだよ。その魔法は実用化されれば三世界のありようを根底から変えられるほどの力を持っている魔法でね、人工生命体は全部で3体作られた。皆違った方法によるものではあったんだけれど、過去の2体はその強大な魔力を制御しきれずに終わってしまった。プリムラはその中で一番年下の3号体さ。あまり他のものと付き合おうとしないんだが、ネリネちゃんだけには多少懐いている。ま、姉妹みたいなものと思ってくれて構わないよ。でもなぜそのプリムラちゃんが人間界に？まあそれは本人に聞いてみるのが一番だろうね。プリムラ、結局リムちゃんはどうするのですか？まあ無理に魔界へ連れて帰ってダダをこねられても面倒だしね、しばらくうちに住まわせて様子を見るというのが一番だろう。もっとも研究そのものが終わったわけじゃない。また施設の方へ戻らなければならなくなるだろうけれど、ここに住む。私はここがいい。リンがいる。リムちゃん。どうだいリンちゃん、かわいいペットを一人飼ってみないかい？トイレのしつけもしっかりしているし、なんなら抱き枕の代わりでも問題ない。私はリン君がいいと言うんでしたら構いませんよ。